今日はね、眠れないというのを取り上げてみたいと思います。不眠ですね。で、不眠と不眠症はどこが違うかと、言葉なんか多少はどうでもいいと思うんですけども、不眠というのは実際にこう眠れない状況を表すんですけども、不眠症という病気があるかというと、病気ではないんですね。どっちかというとですね、僕の頭の中では不眠症がつくと、この眠れないことで、悩んでる人、眠れないと言って悩むタイプの人ですね。でこういう人は多分にですね、日頃から他にですね、不安も非常に強いと、不安の強い人だと。だからどっちかというとその心配性の人、もともとね、それがよく眠れないのを境にしてですね、不眠を伴いながらさまざまなことが心配になっちゃいましたと。これから起こる将来のこともすごく気になって仕方がないと、こういうのを不安障害というふうに呼ぶんですね。だから不眠症、不安障害というのは、かなり関連性があるかなというふうには思います。で今日はその不眠に関してですね、話すわけですけども、不眠にはいくつかのパターンがありましてですね、これが布団に入るベッドインの時間ですね。だいたい何時頃に皆さん布団の中に入るんでしょうか。例えばすごく健全な話で10時、夜中の10時にですね、布団の中に入りました。で元気な人は普通この辺で、これ睡眠ですね、深い人はこう、浅い人はこんな感じでこう表すとするとですね、普通はだいたいですね、夜中あんまり起きないで寝たらもう朝という人は珍しいですね。で朝方になってくるとやっぱりちょっと睡眠が浅くなってきてですね、ちょっとした物音とか、例えば新聞屋さんの音だとか、今牛乳屋さんっていなくなったですかね、牛乳屋さんの瓶の音とかとか、うちのもう亡くなった親父に言いますと、納豆屋さんが売りに来てたそうですけど、今は納豆屋さん売りに来る人はいないようですね。場所はないようです。で、そういう昔は情緒があったんですよね、納豆 の売る、納豆というらしいですかね、なかなか粘りのある呼び方だと思うんですが、そういうものをちょっと聞こえる。で朝になってハッと起きると、ね、ちょっとこれちょっと短いかな。普通の睡眠だと、ほぼゆっくり寝て多少浅くもなりますと、こんな感じなんでしょうかね。これ普通の睡眠だと思います。で、その起きた時にですね、十分たっぷり量、ここからここまでだいたい8時間ぐらい眠っておればですね、目覚めた時のこの辺もすっきりしていると。ぜひね、皆さんの睡眠をですね、こういうグラフで、書いてみられたらいいんじゃないかなというふうに思います。で不眠と言われる時にですね、これも少し消して、今度は赤で書きましょうか。不眠というのはまず入眠困難ってなって、ここで時間に布団の中に入るんですけど、なかなか寝れないと、ずっと冷めてる。すごい人は朝の4時ぐらいまで眠れませんなんて言って外来に来る方います。でも普通はだいたい60分以上ですね、眠れないとなんかどうも寝れないと感じるようです。で30分ぐらいだともう慣れてくると、ちょっと寝入りが悪いかなと普通に思うんですが、さすがに60分超えるとこう、ね、眠れませんっていう感じになってきます。で、それで毎日ですね、こうやって60分ちょっと遅めでここギリギリまで寝てですね、起きて仕事に行きますというのであれば、そんなに問題ないかなと、正常範囲かなと普通は思うんですが、なかなか60分も寝れない人ってこういう赤いパターンにはならないですね。さっき言いましたけど、この不眠症というその症のつくような人はですね、どっちかというとですね、60分寝れないとこの辺で不安になってくるんですね。
寝不足で次の日迎えるとどうも頭が痛いとか体がなんかだるくなるんじゃないかとか次の日の不調感を考えるとですね、大丈夫かなといって心配になってきます。で心配している時というのは目いっぱい交感神経緊張してきますから目がますます冴えてですね、60分が90分になり120分になりこういうふうに日によってですねさまざまな睡眠パターンになっていくと。でそうするとここさっき言ったみたいに数時間ですね眠れないなんていうことも出てくると。こういうのが入眠困難の睡眠障害ですよね。でまあ原因としてはもともと心配性のだというのもあったりですね、最近どうも心配事を抱えてて頭がなかなかこう眠るモードに入らないと交感神経が緊張したままだというのがあったりですねさまざまな原因はあるんですけどもこれへの対策としてはですねまあこの段階で何か入眠を支えるようなことをやってあげればいいと。いきなり睡眠導入剤というねいう手もありますね、ハルシオン、まあ、心療内科精神科行くと解決策があまりないのでお薬ということになっちゃうんですね。そうするとハルシオン大体これ4時間ぐらい効いてるわけですね。それから、マイスリーこれ結構有名ですね。これ大体2時間ぐらいしか効かないです。だから簡単に切れるのですぐ切れるから軽くていい薬だというふうに考えてですね、マイスリーって結構使われます。年取った方にも使うんですね。ところが昔から言われているのは短時間の睡眠を支える短時間型の睡眠剤というのはどうも中枢の依存性が高いんじゃないかということが一般的には言われてきたんですね。だから、まあ、ハルシオン中毒なんて有名な話ですけど、マイスリー中毒というのはあんまりオピラには支えられてはいないんですけども臨床やってますともうマイスリーがないと眠れませんなんていう方は結構数多いんですね。だから決して安全と思わないですね。2時間しか効かないというのは、まあ、早く切れていいことはいいんですけども安全というのとはまた別だと思っていただきたいと思います。で通常はこういうものをちょっと使ってで眠れるようになったらですね薬をですね、抜いていってで普通の自然睡眠に持っていくのが常道です。でその抜くまでの期間はどれくらいにするかというと突然来た睡眠障害であれば、1週間2週間使うとですね、皆さん自分で長く使いたくないからというので、自分で抜かれる方も結構な数います。だから初診で来て2週後に2回目来た時にはよく眠れましたって3回飲みましたけどよく眠りましたその後大丈夫ですっていう方が意外と多いです。だからそういう使い方が一番いいんだろうと思いますね。で、ところが他にいろんな要素があってなかなか眠れないなんてことも実際あるのでそう簡単にいかないこともあります。でもできるだけ早く減らした方がいいと。で、大体1週間2週間、週単位で飲むようになったものをですね突然抜くとやはり眠れないっていう状態になりますからそういう時は、薬物の減量という僕の動画がありますからぜひ見てください。一気にですねゼロなんかはやっぱりダメです。じゃあ半分でいいだろうって半分で挑戦する人もいるんですが半分でも意外とダメだったりします。もっとこまめにですね、少しだけ削るみたいなこんな形でゆっくりゆっくり減らしていくとというようなことをその動画で話をしていますのでぜひご覧になってください。でこの減量はですね失敗するとね逆効果なんですよね。ああやめるとやっぱり眠れないんだってことを強化しますから飲んでないと眠れない飲んでないと眠れないと、ね、100回やめるのにトライすると100回飲んでないと眠れないっていう、ね、自己暗示かかっちゃいますからなかなか今度やめる気にならないってことになるので、やめるときは本当に上手なやめ方をぜひ勉強して やっていただきたいと。ただ数日飲んだぐらいはほとんど問題ないですね。 2,3 日立て続けに睡眠剤飲んでピタッとやめても、それで眠れなくなる人は少ないだろうというふうに思います。それから今度睡眠障害のですね別のパターンですね。寝つくのはですね問題なく眠れる、ね、普通の人と同じだと。ところが
割と短い時間で起きちゃう。でその後がどうも寝たり起きたりだと、こういうタイプですね。臨床なんかでよく見るのは4時間ぐらい寝たらっていうのが結構多いですね。4時間ぐらいは眠れるんだけども、その後が眠れないと。それから中には2時間でパッと目が覚めてですね、その後全く眠れませんなんてなります。アルコール依存症のタイプの人なんかは割と多いですね。でそれもアルコール依存症ですから、薬飲んで寝るんじゃなくて、お酒飲んで寝てパッと目が2時間後に冴えたら、あとはもうランランと輝いてると、そういうタイプの人は結構多いです。でも通常はだいたい4時間前後、寝たら眠れなくなっちゃうと、 あと目が覚めちゃうで寝たり起きたりっていうようなことになっちゃいますね。でこういうタイプはですね、どっちかというと年齢とともに多いですね。で実際4時間じゃどうなのかということになるんですけど、まあ一説によると5時間は最低連続眠れるとですね、頭の方は休まるんだってことを言われてますので、まあもう少し眠れる方がいいだろうということになります。でそうしますと お薬でですね、まあ何でも今日はお薬シリーズなんですけど、お薬を使うと。でどんな薬を使うかというと、そうですね、有名なやつ、レンドルミン、ね、これ大体6時間ぐらい効いてますかね。だからちょうどいいかもしれません。レンドルミンだとかですね、それからちょっと長いものになるかもしれませんが、ロヒプノールとかですね、まあ古いやつではベンザリンとかですね、まあこういった中長期なんていうものをここで使うと5時間6時間寝れると。ロヒプノールだと8時間ぐらい寝ちゃいますかね。こういうものを使うというふうにして睡眠剤を選ぶと。でこれもまあ突然起こった不眠であれば、それから例えばいろんなことを悩んでですね、頭を使いすぎて眠れないなんていうのは悩みが取れれば、睡眠障害も当然来なくなりますから。それからあと悩んでいるときに睡眠障害が来ると、やっぱり頭がかなり疲れてですね、悩むということは正しくものが考えられないということですから、余計考えられなくなると余計悩むんですね。そうすると余計眠れなくなっちゃうというふうに悪循環になっちゃいます。でそのためにまあ有効にですね、こういうような睡眠導入剤なども使った方がいい場合もあります。で、まあ、これも先ほど言った使う日数はやはり、2週間以内でとどめるべきなのかなと。これがもうベストですね。14日以内ぐらいでやめた方がいいだろうと。で、まあ、こういう話をしているとですね、睡眠導入剤もう2年飲んでますとか3年飲んでますとか、そういう方も結構いるかなと思います。で、まあ、それに関してはどうするかというとですね、できるだけ睡眠剤は早い時期に切るべきだと思っています。そう長くですねだらだらと使うものではないと。で眠れるはずなんですね、本来の自然睡眠がよみがえればね。だからまずその単なる不眠症だけで飲んでる人がもしいるとしたら、できるだけ早くやめた方がいい。でそうじゃなくて、まあ、不眠をきたすいろんな病気があります。まあ、精神的な緊張興奮するようなですね病気、こういうものがですねベースにこうあってですね、で眠れないときは睡眠剤だけ減らそうと思ってもなかなか難しいです。こういう病気そのものの改善をしなきゃいけない。だから当然2週間ではなかなか治らないものが多いので、そういう場合には睡眠剤は長く飲んでも仕方がないかなというふうに思います。まあ、それでも減らせるなら減らした方がいいですね。で、まあ、例えばですね、うつなんかを例にとるとどういう睡眠障害が来るかという話をちょっとしましょう。うつの場合はですね、まず寝つけないですね、なかなかね。で寝たかなと思ったら断眠傾向がこうあってですね、そして比較的早い時期にもう目が覚めちゃうと。まあ入眠障害があって、そしてこの早朝覚醒っていうんですかね、早い時期に目が覚めちゃう、そして断眠を起こすと。だから、まあ、睡眠障害の
すべてミックスされたような状態ですから、打つだけでも結構頭が疲れるんですけども、頭を休めるためのまあ睡眠というのも害されましてですね、良くないと。でこういう時どうすべきかというとですね、通常はやはりこの睡眠を良くしてやろうということで睡眠改善のお薬を使うと。もう今さっき説明しましたから、これで大体皆さんに分かっていただけると思うんですが、入眠障害があるとしたらこの辺のハルシオンみたいな割と短時間のやつをまずここで効かせて、そしてこの後半の眠りが悪いものを含めて全体に8時間効くようなこういうものも組み合わせてみて、かなりの睡眠がつい障害の強い時なんかは例えばハルシオンとそれからロヒプノールと組み合わせて出してみると。で中等度ぐらいのうつで中等度の睡眠障害だと、まあ、これで大体眠れます。でそれでもどうしてもダメな時はどうするかというとですね、大丈夫ですかね。後期睡眠を良くするですね、お薬もいくつか出ています。リフレックスなどというようなお薬は、まあ、そういう薬なんですね。でどっちかというとこの辺が睡眠が良くなってくると。でちょっと言い忘れましたが、この後期睡眠を良くするお薬の特徴、例えばトリプタノールの特徴はこの辺を良くしてくれるんですが、聞き方が個人差がありましてですね、この辺まで聞いてくる可能性、場合によっては次の日の夕方まで聞いちゃうなんてことがある。これは体重とはあんまり関係ないんですね。個人によって随分違う。だからそのために、合わせなきゃいけないですね。ですごく効きすぎて怖い薬で使いたくないという人もいるんですけども、他に使える薬があんまりないもんですから、トリプタノールの量を減らせばいいんです。10ミリじゃなくてその半分、4分の1、8分の1、場合によってはもうパウダーにしてほんの少しだけ飲むなんていう飲み方も有効なんです。だからこういう問題がちょっと残っていますよということです。それからあと、これでもですね、緊張興奮が収まらないときに、どうするかというと、メジャートランキライザーですね、こういうものをうまく使う必要があります。主に使うのはレボメプロマニン、ヒルナミンですね。ヒルナミンってお薬をですね、だいたいそうですね、上手にですね、ものすごく細かく使うと1ミリグラムからですね、25ミリグラムぐらいの間でうまくピタッと自分に合ったやつを合わせてあげると大変いい睡眠ができると。で、これ以外にもう一つ使い方の全般的な注意としては、初心者というか僕らも医者になりたての頃に睡眠導入剤ぐらいしか眠る薬よく分からなかったので、やっぱりそれ出しちゃうんですね。で1個で効かないと2個出しちゃうと。で2個出したらでも効かないと恐る恐る3個出すと。で3個出すと先輩に怒られたりですね、保険診療が効きませんので蹴られてきてですね、後で真っ青になっちゃうと。
じゃあどうしようと、でも患者さんは眠れないからいくらでも出してくれっていうし、こっちは出せないしというので、まあ、困ったことも何回もあります。でだからまあ今言ったようなことはやっちゃいけませんと。つまりこのハロシオンだとかマエスリだとかレンドルミン、ロヒプノール、ベンザリンとかいう睡眠導入剤をただ眠れないからといってひたすらこういうものだけ増やそうというのはですね、いけない。中毒には基本的にはならないって言っちゃうと語弊があるんですけど、僕が数多い臨床を持っている医者としても睡眠導入剤を多少出してもそれが中毒になるということはまずありえません。薬理的にはね、ただ心理的にはなりますね。その中毒になっちゃいます。心理依存、ね、心の依存になっちゃう。もうないと眠れない。だからお守りのようにしてですね、効いてるのか効いてないか分かんないけどそれをひたすら飲むなんて人が出てきます。これは避けるべきことでしょうと。だからまあこういった睡眠障害いろんな種類のがあるので、それに適切な例えばお薬といってもですね、今みたいに睡眠導入剤を使う、それからそれも長期型、短期型、中長期型、そういうものをうまく組み合わせてみる、それからあとはこういうトリプタノールみたいな抗うつ剤の後期睡眠効果を期待してみる、全体のちょっと鎮静させてくれるメジャートランキライザーを組み合わせてみる、あとは抗ヒスタミン剤だとかですね、そういうものも結構有効ですね。よく花粉症になって抗ヒスタミン剤もらったらよく先生眠れるようになりましたなんてことは結構言います。で、まあ、我々が使うものの中にもピレチアとかですね、それからアタラクスタとかああいう類のですねものでよく眠れるっていうのがあります。どっちかというと高齢者の方で、こういう早朝覚醒なんかを起こす方はそういうものもどんどん使ってみると有効な場合が多いんですね。まあ、こういうことがお薬のですね使い方の基本かなと。でこれあえて別にお医者様の教育用に話したわけではないです。まあ、十分初心の先生たちの役に立つかと思うんですけど、患者さんに知ってもらいたいというのはあえて知ってもらいたいのはですね、睡眠導入剤だけが治療じゃないということを分かってほしいことと、それだけに頼っちゃいけないことと、それから、早期のうちに切るべきもんなんですよと。で人間の体にはもともと自然睡眠で寝れる機能を持っているわけですから、これはもう一時期の助けにしか過ぎないんですよと。それから基礎的な病気がある人はやっぱりそちらをちゃんと治してから、ちゃんと治すってことを基本にして睡眠導入剤だけに頼っちゃいけないんですよっていう話をしました。で最後にですね、最近というか、ここしばらくこの、眠れないんですっていう人が来た時にホイホイって薬を増やさないんですね。でいくつかやってもらった中で結構効果がありましたと喜ばれているのはですね、牛乳不作戦です。ホットミルク、マグカップぐらい1杯ぐらいの牛乳をですね、大体マグカップ1杯になみなみと継ぐと電子レンジ500ワットで2分半ぐらいですかね、チーンってやると上にちょうど膜がついて十分あったかい、夫婦いながら飲めるぐらいの熱さになりますから、そこに低血糖症の話を片方でしながら砂糖どうぞというのは問題あるんですけど、砂糖をですねスプーン半分ぐらい、これをちょっと加えてですね飲んでもらうんですね。そうしますと結構ね睡眠効果が出ます。入眠も割といいようだし、持続的に眠れたという人もいるし、もしかしたら僕の言い方がうまいので、催眠療法をかかったのかもしれませんという効果もあるかもしれません。でホットミルクですからものはなんとなくホッとしますね。別にシャレじゃないですよ。なんかあったかいものを飲んで寝るとなんかこう気持ちがなんとなくこうゆったりするじゃないですか。でそういう良さもあるかもしれません。それから低血糖に気をつけて甘いものを取れない人は砂糖をスプーン半分食べるだけで喜びがそこから現れるかもしれませんが、それは半分冗談なんですけども非常に有効だと。で科学的には何か説明する人もいるんですけど、この例えば牛乳の中にはですね、トリプトファンがいっぱい含まれてて、でトリプトファンはいつもここで話してますね、ご存知の方もいますけども、5HTP になってセロトニンになって、その後メラトニンというその睡眠のですね、を良くする神経伝達物質が出ると。でそのトリプトファンは
頭の体から頭の中に移行するときに、まあ、糖分がですねある程度あった方が移行しやすいというそういう性格を持ってるんですね。だからまあ砂糖スプーン半分ぐらいがいいんじゃないかなと。で実際本当にホットミルクがトリプトファンになってメラトニンになっているかどうかはそこまでは分かりませんけど、信ずるものは救われるという類のものかと思うかもしれません。でも本当にやってると結構効果がありましたという方は本当多数いますので、皆さんもぜひトライしていただいてですね、何パーセントの方が寝れるかというのは大変興味がありますので、そのうち皆さんからレポートいただけたらいいと思います。